しご上越上杉おもてなし武将隊綾にございまする。そして取り手の影勝でござる。さあ本日も行きましょう。姫と行く上越グルメ旅、本日は6回目でございます。雪が降る中本日来ている場所は、はい、本日は上越市の吉川区でございます。そして本日お邪魔するお店は割烹品和亭様にございまする。ここはですね、松江の動画シリーズの来てくんないやで、すでに親方様と十五郎が来ておりますけども、はい、再びでございます。なぜかというと、母上が食べるのが初めてでございます。勝負飯、本日は勝負飯を皆様にレポートしていきたいかと思います。それでは参りましょうぞ。はい、寒いので入りましょう。はい、こちら容器も新しくなったとお伺いしております。はい、今回ね、容器一新して、美味しく召し上がってもらえるように工夫しました。こちら、そうですね、お持ち帰りというテイクアウトになるかと思うんですけれども、お家でいただく際はどのようなことをすればよろしいですか？そうですね、レンジ対応の器にね、今度容器に変わっておりますので、はい、こういう形でね、ちょっと2段になっておりますね。はい、で2段になってご飯とね、これを分けてありますので、はい、もしレンジかけるんであればね、唐揚げをこちらの方に移していただいて、で蓋してちょっとレンジで軽く温める程度で、はい、レンジかけてください。かしこまりました、はい、ではこちら本日こちらの謙信勝負飯をいただいていこうと思うんですけれども、本日はこちら品和亭さんの部屋をお借りして、こちらテイクアウトの器にて実食していきたいと思います。こちら品和亭さん店内の方でご提供されているものと、本日食すテイクアウトの方2種類用意していただいたんですけれども、こちらの方をご紹介していただいてもよろしいですか？はい、こちらじゃあね、テイクアウト用に今回新しい容器にして、レンジも一応対応できる形でね、ご自宅でも美味しく食べれるように工夫させてもらいました。はい、はい、そうですね。でそちらの方がね、2段になってますけども、こちらはうちの店舗の方で従来から出している形になっております。でうちの場合ね、うち来られた場合は揚げたての唐揚げをこうやってご飯の上に乗せていって食べていただいていますね、はい、でこちらね、ちょっとまあ見ていただければなんですけど、一応ね、2段にこういう形でなっております。でレンジかけるときにこの唐揚げとかをね、好きなものをこのご飯の上に乗せてもらって、はい、ちょっとねレンジかけて温めてもらえればと思います。うんうんうん、こちらテイクアウトの容器も黒いですので、本当に店内で食べているのと同じような雰囲気でいただくことができますね。そうですね、やっぱりね、雰囲気もね、こういうの大事だと思いますので、うん、はい、楽しんでいただければと思います。こちらのお出汁なんですけれども、はい、こちらは温める際はどのようにすればよろしいですか？そうですね、こちらのね、一応この容器からね、鍋とかにね、入れていただいて火にかけて温めていただいて、で途中からね、お出汁をかけてお茶漬けにして食べていただければと思います。おー、かしこまりました。それではこちらをいただく前に、私勝負飯初めてでございますので、はい、本当に初歩的な質問なのかもしれないんですけれども、はい、どうぞよろしくお願いいたします。こちら謙信勝負飯というものの由来というのは何なんでしょう？はい、開発うち携わったのが多分11年ぐらい前になるんですけども、うん、やっぱり地元でね、面白い料理できないかなということで、青年会議所の皆さんの、ね、と一緒に開発させてもらいました。やっぱり地元の英雄ね、謙信公の戦の勝率がやっぱり9割7分ですかね、はいはい、でやっぱり強いね、やっぱりそういう勝ちのね、勝負運にやかろうということで、勝負飯という名前で付けさせていただきました。で戦国時代、やっぱり食べ物ね、その当時の食べ方っていうかね、やっぱり1日2食だったそうで、そうですよね、やっぱりね、今みたいにほら炊きたてご飯とかね、炊飯あったかいジャーみたいなのがないので、はい、冷めてるね、そのご飯とかに、お湯とかね、汁をかけて、うんうん、食べていたっていうね、やっぱり湯漬けというところに着目しまして、創作茶漬け、途中からこうね、うちの場合はこうカツオの出汁なんですけども、はい、そういうものをかけてね、お茶漬けにして当時のその文化とかね、そういうのを一緒に味わってもらいたいなと思って、謙信勝負飯としてね、提供させてもらっております。こちら謙信勝負飯、どんな時に皆様に食べていただきたいですか？そうですね、やっぱりね、そういうね、勝負ね、あやかろうっていう、あやかっていただきたいということもあるので、受験生とかね、うん、
そういうところでこれからね人生の勝負事の前にちょっとねそういうゆかりの神社とかにお参りしていただいて、はい、でやっぱりそういう時にちょっと食べていただければと思っております。謙信公をお祭りしている春日山神社は勝負前にお参りするという方もいらっしゃるので、ぜひお参りをして勝負飯食べていただきたいでございますね。そうですね、あの今日ねあのご用意してあるこのご飯の方はね、あの1月の初旬に春日山神社の方で、はい、ご祈祷していただいたお米を、お、はい、あの時はね60キロ持っていって、はいはい、ご祈祷してもらったのがまだありますので、はい、今でしたら、ね、またそのご米で食べていただくことができます。だそうでございますので、ぜひ皆様お早めにお願いいたします。品和亭さんは、はい、学生さん受験生にも勝負飯を振る舞っているとお伺いしているんですけれども。そうですね、地元のねあの中学校さんの方のね生徒さんの方にちょっと案内しまして、いつも1月のねあの初旬あの10日前後ですかね、はい、その頃子どもたちにねいつも来ていただいて、まあ、あの謙信公のお話とかねちょっとしたりとか県に臨んでいくっていうね心構えみたいなものをちょっとね私の方からお話ししてもらって、うんうん、でみんなでね勝負をね勝ち取ってもらいたいなと思ってやっております。いやでもね勝負飯振る舞っていただける受験生も嬉しいございますね。それでは謙信勝負飯というものは上越市内にも数店舗他にも提供しているところございますけれども、はい、品和亭さんのこだわりというのはどこでございますか。そうですね、うちのこだわり、まあ、うちのねお店は、まあ、一番広く知っていただく上でもう創業の方はね100年超えてるんですけども、まあ、60年ぐらい前から伝わってるそのね甘い殻の鶏の唐揚げ、はいはい、それがねうちの方でやっぱり非常に昔からずっと伝わってきてますので、それをちょっとね前面に出したくて唐揚げの方でさせていただきました。なるほど、本当にもこう今ね紹介していただいた時に蓋開けていただいたんですけれども、本当にいい香りがするんですよ。これはこの後食べるのが本当に楽しみでございます。それでは実食と参りたいところでございますが、私全く食べ方わかりませぬゆえ食べる前にご指南をいただこうかと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お召し上がりください。はい、まずどのようにすればよろしいでしょうか。そうですね、テイクアウトのやつは唐揚げの方がね別になってますので、はい、唐揚げの方をねご飯の上に乗せて、はい、そしてまあレンジかけてねもらいますよね。でかけすぎるとどうしても鶏肉硬くなってしまうので、ちょっと温まる程度で結構です。かしこまりました、はい、であとねお好きな具材ねお野菜とかそういう形から食べて、一緒に鶏肉と唐揚げと一緒に食べていただいて、うん、半分ぐらいになったところで、こちらのねカツオの出汁、これも温めたのを唐揚げの上からかけて、お茶漬けとして食べてください。はい、はい、あとこちらのお野菜たくさん載っているんですけれども、これは何がラインナップとして入っているのでしょうか。そうですね、勝負事の前にねやっぱ力をつけていただこうということで、はい、やっぱりお米とかね野菜の方もできるだけ地元産のものをね、うん、上越産のものをね使いたいなということで、今回はね煮物としてね地元であるゼンマイとか、はい、でこの大根もね生き下大根、そういうものをねちょっと使って、かぼちゃの方もね地元の農家の方々がね作ったのをちょっともらっていただいたのとかもあるので、はい、そういうものでねとにかく上越さんの食材からも力をつけていただきたいと思っております。地元のものを食べて力をつけ、はい、そしてまた地産地消ということで、はい、良い循環でございますね。そうですね、今ねちょっと冬の時期なのでね、はい、なかなか野菜の方がね、うん、揃わないんですけども、本当にこれから夏になってくれば、暖かくなってくればいろんな食材出てきますので、はい、この内容はね野菜の方とか具材の方は季節によってどんどん変わってきます。それもまた楽しみでございますね、はいはい、なるほど、では謙信勝負飯冬バージョンでございます。ではいただきます。どうぞお召し上げください。よいしょ、ふう、まずは唐揚げを、タレの良い香りがすごい、うん、うん、美味しい。こちらの甘辛のタレというのは、はい、秘伝のタレでございましょうか。そうですね、当店ね私の祖父からね伝わる時のねタレを継ぎ足して使っております。継ぎ足しで、はい、継ぎ足しですごい、はい、やっぱりね昔はやっぱりこの辺ね農家ね力仕事が主だったので、それでやっぱりこういうね甘くてちょっと力の出るようなね、はい、味付けになったということです。うーん、おいしい
今回本当にテイクアウトということですよね。ご自宅の方でも変わらない形でね、食べていただければ、うん、私もね、よろしく思います。そうですね。ではこちらのお野菜などの方もいただいていこうと思います。はい、こちらがゼンマイでございますね。はい、ゼンマイですね。いただきます。ね、この辺やっぱり田舎、まあ県北地域ですかね、東県北もそうですけど、ゼンマイわざと切らないで一本にっていうので、長いままね。そうなんですよね、はい、すごい長いなと思って長いまま刺させてもらっています。いただきます。おいしい。山菜というのはあまり得意ではない方もいらっしゃるかと思うんですけど、はい、すごい食べやすくございます ね。やっぱりこのゼンマイとかね、どうしても田舎のね、教職の目玉みたいなそういうのになってますので、やっぱり旅とね、都会行って帰ったとかもこっち帰ってこられると、やっぱりこういう昔からのね、そのものみたいなものは、はい、非常にやっぱり皆さん喜ばれます。おー、こちらはくるみでございましょうか。はい、この鰹節がまた美味しい。こちらも雪下大根でございまする。こちらはナスでございます。お味噌でございますか？うん、八丁味噌でね、ちょっと赤だし味噌で。おいしい。味付けてあります。柔らかくて本当に美味しいです。真ん中にね、ちょっと大きな梅干しがありますけども、はい。まあ健信仰ね、梅干しがやっぱりお酒の一緒にね、そうですね、ということなので、まあちょっとね、自家製の梅干しなんですけども、うん、ちょっとしょっぱいですけども、なんと梅干しをはい、つけさせてもらっております。これは全然今食べても大丈夫な梅干しですか？最後の方がいいとかっていうのはありますか？梅茶漬けにしたければ最後まで取っておかれればいいと思います。なるほど、うん、迷う、はい、梅茶漬けもちょっと一口だけかじります。いただきます。自家製梅干しだそうです。うん、うん、あ、でもすごい確かに酸っぱさ、しょっぱさはあるんですけれども、ちゃんと甘みも感じられてすごい美味しい梅干しでございます ね。はい、梅の方もね、この近隣でね、採れた農家さんの方から分けてもらった梅干しで、はい、梅干しからもね、そうやってね、地元の力をもらっていただければと思いますね。あれはもう、謙信公が酒のつまみに愛したって言われても、そうだよなと頷いてしまう梅干しでございます。そうですね、昔ながらの、はい、梅干しです。これは揚げレンコン。そうですね、レンコンですね。レンコン、はい、見通しがいいようにってことでね。あ、なるほど、はい、まあ、受験とかね、そういう今この時期だとね、あるので、そういう形でちょっとつけさせて。おー、うん、おいしい。サクサクだ。こちらはこちらはね、刃先の方になるんですけども、はい、上越ね、上越野菜として冬場オータンポエム、ね、アスパラナ、アスパラナ、ね、はい、ありますのでね、そういうのもちょっと上越野菜、やはりさっき言って地産地消、上越の特産、はい、特産といいますか、上越のものを食べるっていうので、ね、こう上越野菜があるのは嬉しいございますね。ね、農家の方々もね、皆さん今工夫されていろいろ作っておりますんで、はい、はい、そういうところでね、また私らの方でも何か協力できたらなと思って、うん、はい、これからどんどんね、交流させてもらって、そうですね、お出汁をかけていこうかと思いまする。唐揚げをご飯にのせます。とりあえずもう一個は美味しくいただくので、とりあえず2個のっけます。それでは本日は温めていただきましたので、こちらを唐揚げの上にゴー。おー、あー、私カツオの良い香りがします。こちらもね、テイクアウトの際はお漬けしていただけるそうでございますので、お茶漬け湯漬けにした際はご利用くださいませ。それでは失礼いたします。それでは、ね、いただきます。どうぞまずお出汁とお米で。うん、あ、すごい食べやすいお出汁ですね。こう、この唐揚げの上にかけたので、その油も落ちて、お出汁、普通のお茶漬けっていうよりかはボリュームのある、食べ応えのある
味になっております。革新じゃないですか、この唐揚げお茶漬け、はい、もう何年もこの勝負飯されているので、私が最近本当に今日知ったっていうあれではございますけれども、これはすごい発見ですよ。合いますね、すごい、うん、さっきのね、唐揚げの味とね、またその出汁をかかった時のね、味と、うん、ちょっとね、色変わりじゃないですけども、はい、変わってくるので、その辺のね、味の違いもね、また楽しんでもらえればと思います。これはいいですね、うん、いや、唐揚げがこんなにお茶漬けだとは思いませんでした。うん、びっくりした。鶏の殻とかでも取ってみたんですけども、どうしてもちょっと温度が下がってくると食べにくいかなっていう。ね、海苔とかさっきの梅干しもございますので、うん、ちょっとずつ味も変えながら食べることができて、はい、飽きずにね、最後に、ね、はい、食べてもらえるかな。自家製梅干しの味がまたお茶漬けと合いますね、うんうん、だんだんとね、やっぱりね、油とかもね、はい、なんか綺麗にさっぱり流してくれるような、うん、そういう癖のない梅干しなので、これは最後まで梅干しをちょっと取っといてよかったです、はい、梅茶漬けにするとまた美味しい。ごちそうさまでございました、はい、美味しかったです。はい、本日は上越市吉川区にございます割烹品和亭様にお邪魔させていただきました。本日いただきましたのは有名な剣心勝負飯でございまして、私のいただいていた容器、こちらテイクアウトができるものとなっておりますので、ぜひ皆様テイクアウトの方も試してみてくださいませ。こちらご注文の方は前日までにお電話いただきますと受け取りがスムーズとなりますので、こちらの方もぜひお願いいたします。それでは品和亭様でお待ちしております。はい、連絡お待ちしてます。